おしゃべりからあげあげたくん。ああ、また部長に怒られちゃったよ。お前たちは自由でいいよな。おかずの世界にだってルールはあるんよ。細かいの入れたら1つ2つざっと2000はあるの。急に飛んだな。そんなにあるの？例えばお弁当が斜めになって他のおかずのタレがかかっても怒らないとかやな。あ、確かによくあるもんな。僕の責任です。あれは仕方ないよ。あとは魚の形をした醤油差しの中身がウスターソースの時があるから気をつけろとか。あれ焼き魚に垂らした時ショックなんだよな。なんかさ、絶対にこれだけはやっちゃいけないルールとかってあるの？うん、どうした？おかずが人間と話すこと。え、じゃあお前たち。おかずが一度でも人間と話をしたら最後、そのおかずは一生。おかずの図の字が巣に点々の図じゃなくて巣に点々の図にされてしまうんよ。しょうも